さあ、殺戮の時間だ。倒れて、いられない。それは聞くな。そのことを話すと、また怒りが込み上げてくる。俺の恐ろしさを味わえ。聞くだろう。サタナエル。雪の上を走るなよ。転んでも助けてあげないぞ。あやつらは眠らなくても平気なのであろうか。さあ、もう次の敵だ。地下鉄を車で走るとはな。雪が積もったらそれを握って食えるな。タイヤじゃねえの？ん？待った。何か思いついたでござる。おお、お前マジか。なあ、やってしまう。見て、シュワシュワして。あいつ、自分が花火とおもちゃを作れるからって。悪くねえ調子だ。好きに暴れさせてもらうぜ。もう雲殿の芝居に間に合わないが、夜のリーウェはまだまだいいところがたくさんあるぞ。常人でも仙人でもそれぞれの役割を果たすことでリーウェの平和が保たれる。何でも相談していいぞ。何を使えば。取引の決まりは契約。俺たちの友情の重さを測ることができるのだろう。分かった。制したぞ。追い詰められた。囲まれてんぞ。まずいな、逃げよう。武器使うの上手くなんねえとな。どこからか声が。
風の赴くままに。うぜっつな。もっと力を入れてみろ。力がより強くなった。これは逃せないな。厄介だね。確かにこれは逃せないな。誰かとどめよ。行くぞ。復讐の闘争はまだ終わってねえぞ。刀が切れと囁いている。倒れるときはかっこよくねえと。あれ残ったか。コンビニの寿司でも買ってやるか。机の中にいいんだよな。気力が尽きる。この闇では先が見通せないな。描くべき美は見出せないな。異世界の住人か。弱点を探してみようか。叩き込め。早朝に聞こえる鳥のさえずり。ナビって打ちまくれ。必ず勝てるよ。加減はしねえ。こいつでどうだ。おととい来やがれ。遠慮はしねえ。ドリュウジマギつまらねえことしやがって。覚悟はできたか。ちぇ、すばしっこいな。天道万象。よっ。油断したか。恐るるに足らず。ち、そろそろ限界だな。イザナギの狼。少し疲れた。まあ逃げるのも手だな。が、終わりだ。後悔しやがれ。この程度のしびれ。敵、これはきついかも。無様な姿を。胃がざわつく。
この明暗ある風景、鉛筆画も面白いかもしれん。マダラメの屋敷でも、あの形は何がモチーフなのか。刀と筆の使い方、流れる動きが似ているかもな。それもまた絵の糧となる。行くぞ！